まあまあ、じゃあいつかこういう話聞いて改めて改めてもう怖いんだけど、すでにすでに怖いんだけど、怖い話。なんか俺も結構人系もあるわけ。はい。人に怖いことされたじゃないけど、はい、怖い人がいたとかそういう系もあるわけ。ああ、マジで危ないやつに会ったっていう。俺とりあえず2つあって、あの普通に地元の駅から家までの帰り道歩いてましたっつって、はい、で、まあ、もしかしたら誰かに話したかもしれないけど、その向こうから歩いてくる人がいるわけ。普通に、はい、普通にとことこ歩いてくるの。もう中年のおじさん、真顔の中年のおじさんがとことこ歩いてきて、で、まあ、俺がここで歩いてるっす。で、向こうこう来るわけで、まあ、まあ、すれ違う。そう、まあこうなるかなと思いきや、俺こうじゃん、こう寄ってきてドーンって当たって、で肩バーンと当たった瞬間、その人がもう直立不動でバーン。倒れた。え、そう、当たり屋ってこと。しかも当たって直立不動になって、そのままバーンって倒れて、うん、受け身も取れてない、うん、完全に頭いってるわけ。頭からゴーンいってんの。今ちょっと受け身取ってる。じゃあ俺は受け身取るよ。俺は取るよ。いや、でもう俺3秒くらいフリーズしちゃって、だって俺からぶつかってないのに向こうからぶつかってきて、当たった向こうが直立不動になって頭から倒れるってやばくないみたいな状況に全く整理がついてなくて、で3秒くらい見て、大丈夫ですか？とりあえず振り絞ったの、うん、いろんな意味で大丈夫ですか？で思ったら、ね、まあ見たらすごい、もう顔も完全にもうこう真顔でずっと天井に詰めたまま、もう硬直してて、俺が声をかけて5秒後くらいにやっと起き上がって、あ、大丈夫大丈夫とか言って向こうに行って、で5秒くらい経ったらまた別のやつにゴーンってバーンって倒れて、やば、マジでやべ、超怖いと思って、やべえやつ見たなと思って。でもそのくせ大丈夫ですって言うんですよね。そう、いやそうなんか新手のさ、うん、あの、痛ぇみたいな、骨折れた、うん、まあ、金稼いとかじゃないの。じゃないのよ。金くれじゃない、全然違う。で、俺ちょっと思ったの、なんか前ね、昔あの、あった松本人志の怖い話、丸々の話って番組が、その中の怖い話って企画があって、で、なんかそれとすごい似た匂いを感じたの。なんでかっていうと、そこでね、あの、人が怖いって話なんだけど、通り魔があったって話なの、はい、で、芸人の住んでる事務所とか、なんか寮の前にいたんだって。で、そいつがね、とことか歩いてて、ずっとぐるぐる回ってて、で、会う芸人におはようございますってすごい元気な声、うん、で、そしたらその話をした人は、あ、おはようございます、普通に返した。で、そのまま行って、なんか変なやつやなって。で、後になったらそいつが通り魔を起こしたって、刃物をブンブン振り回して、人を傷つけたって話で、え、なんでって言ったら、その犯人は挨拶をしたのに返さなかったって供述しておりとかって言って、うん、だから、もしそこでおはようございますって言わなかったら、もう自分もやられてたかもしれない。で、俺も思ったわけ。もしあそこでバーンって当たってドーンって倒れて、何も言わずに立ち去ろうとしたら何かやられてたかもしれない。おー、大丈夫ですかって言ったから、あ、じゃあこいつは違うなってなって、で、次のやつにまた当たって大丈夫ですかってっていう可能性があるなと思って超怖かった。なるほど、ね、超合理主義な、いわゆるサイコパスみたいな。いや、ほんとほんとほんとっていうのが一個。これが1個1個。いや、でもこれかなり怖い方よ。かなり怖い部類で。で、2個目は、あの、本当にでも一番心臓ドキッとした話。あのね、まあ、本当にさっき言ったのはさ、俺が駅からさ、地元に、はい、家まで帰る途中の道じゃん。で、俺が次会ったのは、俺の住んでるマンションの向かいのマンションの話。ほう。で、まあ普通に俺も夜中帰ってるんで、深夜3時くらい、かなり遅かったの。ほう。かなり遅い時間にとことこ歩いて帰ってて、で、まあもう家着くな、見えてるから、ね、こうやって着くなって、はい、で、そうしたら、あの、向かい側のマンションの、その、ちゃんとした正規の出入り口じゃないところ、はい、なんか裏口というかさ、そうそう、裏口みたいな、勝手口みたいな、そうそう、勝手口みたいなのがあって、で、深夜3時って、まあ夜中でさ、もうすごい真っ暗なわけ、そこって、はい、奥まってる場所にそういうとこがあるし、はい、ね、そういうのがここにあるわけ。ここに通用口があって、で、こうメインの大きいのがあって、こう裏口があってみたいな、はい、
向かいのマンションのね。で、俺とことか歩いて、もう家かなと思って、もう家の方にこう顔を向けて歩いてった瞬間に、セーラームーンの格好したおじさんが強い力でドーンって走った。ドーンって無言で、スーッって。もう、はーんって。はーんって言ったの。深夜3時に俺、はーんって言ったの。セーラームーンいいじゃねえかよ。本当に怖くて。セーラームーン、いや、しゃあないよ、うん、そういう人なんだよ。でも、まあ、多分向こうも絶対びっくりした。そう、びっくりした。一人だと思ってそうそう、絶対誰もいない深夜3時を狙って、絶対誰も歩いてないだろう、だから自分の趣味の格好をして、じゃあ歩こうか、行って行こうかと、自分の趣味の世界ちょっと歩いてみようかなんて、やった瞬間俺がいたわけだからね。確かにめちゃめちゃ見られてたやんってなって、多分すごい恥ずかしい思いをしたから、多分もうほんと無言でスーッてすごい林で通り過ぎていったの。もう怖えな、はぁーって言う。どこまで忠実だった何が何がどこまで。あのね、再現度ね、再現度、再現度。あのメイクはしてなかったで、メガネでヒゲだったのメガネで、でもカツラはしっかりやって、カツラはかぶって、でもあの足はすね毛めっちゃ生えてた。よくそこまで見たな。そうなのよ、もう走馬灯だから俺からしてもう死ぬ一歩手前だったからさ、俺の心臓が、まあ、瞬間記憶よ、もう完全に。季節とかっていつ頃とかだったんですか。いやどうだったっけ、夏ではない、多分春か秋か、あ普通の季節、寒くもなく暑くもなく普通の季節だったけど。違うか、いやまっちゃん夏増えたらコミケ帰りの可能性がある。いやでもさ、深夜の3時、地元ってのが本当に怖いわけ。俺の地元別にそんな治安悪いところじゃないはずなんだけど確かにね。いや、あれだ、川崎なんかめっちゃいるよ、そういうやつ。マジでピンクちゃんとか知らない。知らない、知らない。川崎のピンクちゃん、もう全身ピンクの、うん、もうな、親父なの。親父なのに、あのスカートとか、Tシャツとか全部ピンク。まあ、ピンク。すごいな。そういう趣味なんだな。まあ、まあ、そうだね、そうだね、別にそれ趣味なんだなって。いや、カッパちゃん。カッパちゃん。あの駅前でずっとなんかすごいボロボロのビニール袋持って、メガネかけてずーっとこうやってる人とか、へーずっとウロウロしてる